旧正浦和高等学校門中旧正浦和高等学校は1921年埼玉県北足立郡浦和町に設立された管理旧正高等学校。浦高の高地は武蔵野の面影が残る埼玉県北足立郡浦和町砂原に設置され、初代校長により、要、佐原と命名された。高知は埼玉大学のキャンパスとして継承されたが、 1969年、浦和市大久保地区に統合移転したため、跡地は整備されて1974年、県立北浦和公園、市立浦和北公園が開かれ現在に至っている。県立公園東側には、旧西浦高時代の正門が当時のまま保存されており、両公園内には浦高を記念するモニュメントが多数、混流されている。また、公園南側に位置する。 竹原寮の跡地は1972年に浦和市立時和小学校によれば東京帝国大学進学者数を横軸に進学率を縦軸にして旧制高等学校を分類し進学者数も多く進学率も高い英軍として一校、浦和高、静岡高、東京高の4つの旧制高等学校を分類している。あくまでも 教育社会学研究に基づく一つの分類である。なお、旧制の学生においては、旧制高等学校の卒業者数と、帝国大学の入学定員がほぼ同数であるため、旧制高等学校を卒業すれば、ほぼいずれかの帝国大学に進学できたことと、それにより、古今の人類の古典を読むことによる教養主義に基づく、 道徳的人格形成の場として、旧成高等学校文化が存在したことについて、同章参照。東京大学百年史編集委員会、東京大学百年史、通史3、52から58ページ AB、官報第5664号、昭和20年11月28日。序勲、飯塚光三氏が、随法、重光明を、受賞。 軽量子通信ナンバー762016年2月一瞬0918から89329ページ2019年5月6日閲覧ありがとうございます。